コンスタンチン・ミハイロビチ・サモヒムは、ソビエト連邦の軍人。最終階級は、新鋭隊員。第二次世界大戦では、敵戦車や自走砲など30両を撃破した戦車エースである。スキルマノボでの戦いで撃破されたドイツ戦車。サモヒムは1915年3月14日に、ロシア帝国、ドン軍監修に生まれた。キエフ戦車学校を卒業した後、 1928年にコムソモールへ入団。1933年にはソビエト連邦共産党の党員となった。赤軍に入隊したサモヒンは冬戦争へ従軍したが、1940年1月31日に重傷を負った。この時の負傷により、彼は5月20日に先行起傷を受けている。独祖戦が勃発すると、サモヒンは、 ウクライナソビエト社会主義共和国、リバーノ・フランキー・ウシクにおいて、ドイツ国防軍と交戦した。当時彼は、第15戦車師団に所属しており、快速戦車 BT-7 の社長として奮闘した。同僚には、ソビエトのトップ戦車エース、ドミトリー・ラブリネンコがおり、サモヒンと共に戦っている。1941年9月から10月まで、第4戦車旅団。 第2戦車大隊の中隊長を務めた。その間、ムツェンスクやモスクワでの戦いで戦果を上げ続け、10月からは第2戦車大隊の大隊長を任されるようになった。これら一連の戦いで第4戦車旅団は第1新鋭戦車旅団へと解消された。1941年11月13日のスキルマノボをめぐる戦いで、サモヒムは T-34。34 76に登場し、戦車6両、対戦車砲3門、迫撃砲2門、大砲1門、機関従人地4箇所、統治下など10箇所を撃破する大きな戦果を挙げた。20時間以上にもわたる戦闘であったため、彼の登場員は5回、弾薬補給に行っている。しかし前述の通り大きな戦果を挙げたものの、彼も重傷を負った。12月27日に、 レーニ人勲章を受九1941年12月には、第一新鋭戦車旅団は、第八新鋭自動車加速撃士団と共に、ドイツへの反抗を行った。この時、防衛の左翼側には、ソビエトの民兵によって構成された第十八、不評士団がいた。ドイツは、第一新鋭戦車旅団と、第八新鋭自動車加速撃士団の背後に回ろうと、拡作し、 第18不評師団に激しい攻撃を与え、これを突破し、回り込もうとした。これによりナドブラジュノなどの村が一時陥落した。サモヒム率いる T-34 部隊がこれと、交戦し、彼は、戦車5両、自走砲6両、オートバイ50台などを撃破した。この戦いで、ドイツ軍は、同士打ちなどで混乱し、結果として、サモヒンの部隊は無傷で帰還した。 第一新鋭戦車旅団の司令官を務めていたミハイル・カトゥコフは1942年6月21日付のコムソモリスカやプラウダでこの戦いに言及している。1941年12月にサモヒンは新鋭上級中尉に昇進し、翌年2月22日には新鋭大位に進んだ。しかし、新鋭大位へ昇進したその日の夜、 スモレンスク付近で戦死した。2月19日から勃発していたスモレンスクでの戦いで、サモヒンは大隊長、アレクサンドルブルダと共に防衛に当たっていた。22日、新英隊への昇進をカトゥコフに祝福され、その日の夜にドイツが占領している村の奪還に赴いた。ドイツとの戦いは非常に熾烈なものとなり、その戦いの最中、 彼の登場する戦車が被弾した。車内で火災が発生し、彼を除く、搭乗員は皆車内で焼け死んだが、彼は過労じて車外に脱出することができた。しかし、彼もまた重度の火傷を負っており、間もなく死亡した。わずか4ヶ月半で30両もの戦車や自走砲を撃破したとされる。しかし他の統計などによると、戦車は79両。 装甲車やトラックは50両以上撃破したとされることもある。サモヒムは30両以上の戦車を撃破した戦車エースであるがソ連邦英雄称号の授与には至らなかった。これに関して戦後サモヒムへの授与が議論されなかったことが要因として挙げられる。ABCD d i v s 2007 LOC 1936から1960 AB p38isbn978 から5から 699252909abcdefghijk1201968fi-3421p307isbn5 から932380799税3税ファ i 3 a b r 2税 ぜいぜいち、ab1975 かあるゆう、ありがとうございます。